優勝戦3号艇の谷川理恵選手です。よろしくお願いします。お願いします。準優勝戦は3コースからコンマ05のスタート、外前から2着で優勝戦に乗ってこられました。足の方の仕上がりなんですがいかがですか？足はもう誰とやっても勝つのがないぐらい良くないです。はい、予選最後もそうおっしゃってましたが、はい、準優の前の一戦は6着ということでした、はい、ここからの変化というのはありましたか、準優勝戦？まあ、それから間に整備して、はい、ちょっと上乗せあればいいなと思ったんですけど、多分そんなないと思います。はい、優勝戦には乗ってきたけれど足の方はまだ納得できていない、まあ、多分最悪だと思います。はい、前回2月にも優勝されていましたが、その時にも足は良くないとおっしゃってました。その時よりも悪いと思う。はい、ということは最終日天候も変わりますから気温も上がって、そこへ向けてもう一回調整をし直したということになりますか？そうですね、もう整備は多分しないんで、プロペラを大幅にしてみるぐらいですかね。はい、天候と合ってくれるといいですね。はい、はい、枠は3枠なんですけれども、はい、こう作戦面はいかがお考えですか？まあ、作戦はないです。枠近辺から、はい、とにかくプロペラでどこまで上積みできるか、はい、ということになってきますかね。はい、はい、分かりました。前回の優勝は昨年7月の常滑です。それ以来の優勝がかかる一戦です。ファンの方に一言お願いします。はい、今度こそ優勝しますと言いたいところですけど、頑張ります。